医学がダメだとしても、それ以外の方法が全くないと、そうそうそうと断定してしまってもいいのかな。助からないというのは、あなたが自分でそう思い込んでいるだけではないのかな。自分ではダメだと思っているようだが、私の目に映るあなたは、まだ死ななければならぬ人間とは思えない。何も、医学だけが全てではあるまい。とにかく、あなたは、 一番大切ななことに気づいていないてのだそれさえわかればあなたは死なずに済む。どうだろうその一番大切なことを私が教えてあげようではないか。そうすればあなたは死なずに済む。これから私は国に帰るのだがどうかね私と一緒に来ないかね。そう言われた三郎はあっさりその人についていこうと決断したのです。 この人こそ、洋画哲学の大聖者カリアッパ氏でした。この回路でのカリアッパ氏との開講・出会いにより三郎には全く別の人生が展開することになりましたカリアッパ氏との出会いがなければ三郎は30代半ばでその人生を終えていたはずです三郎がカリアッパ氏に連れられて3ヶ月の長旅の後に着いたのが インドのダージリンの近くヒマラヤ山脈の遥か東端にある世界第3位の広報ガンチェンジュンガのふもとの険しい岩山を背にした谷合の小さな部落でした村に着くとサブローはカリアッパ市からこれからはカリアッパ市が声をかけぬ限りサブローから死に口を聞いてはならないと言い渡されましたまた遠くからでもカリアッパ市を見たら 必ずひれ伏すように命令されました。そして世話役の老人を一人あてがわれました住居としては小さい羊小屋をあてがわれ衣服は腰布だけを与えられました食べ物は刻んだ大根や人参などの野菜生の冷え茹でた芋のようなものばかりでした驚いた三郎が世話役の老人に「ここでは肉や魚は食べないのか?」 と質問すると老人は笑って「そんなものは人間の食べるものではないよ」「でも山野になっている果物はいつ食べてもいいよ」と答えました今まで医師から病気治療のために必要であるとの理由で肉や魚そして牛乳や卵など栄養価の高い食品を食べるように指導されていた三郎は不安になりました こんな粗末な食べ物ではたちまち栄養失調で病気に負けて死んでしまうと思ったからです。カリアっパ氏が声をかけてくれた時三郎は思い切って「ここでは野菜とかヒエを主に食べているようですがそれでは私の体は持ちません。私の病気には肉や魚などがどうしても必要なのです。何とかしてもらえませんか?」 と懇願し,まし,たしかし、カリアッパ氏は、三郎の要求を一切無視して答えました。あの広場にいるゾウは、一体何を食べていると思うわらだ。それも、ほとんど根のところだ。それがなくなると、人間の食べ残した野菜くずなどを食べている。それでも一向に痩せないし、力も落ちない。ゾウとお前とどっちが大きい これを聞いた三郎はカリアっパ氏が冗談を言っているのかと思いました。そして象と人間とでは違います。と激しく反論したのです。すると氏はまだわからないのか。生きている状態は人間も象も同じなのだ。お前がどう言おうととにかくここにはそういう食べ物はない。第一、 そういう食べ物を食べているからここの人間はカイマスラオで長生きできるのだそう言い切ると死は三郎に背を向けて足早に去っていきましたその場に残された三郎は絶望的な気分に追いやられましたしかし死の言葉は決して冗談でも嘘でもなかったのですこの村の洋岩の修行者たちは海所職に甘んじながらも 理想的な健康体を保ちしかも100歳を超す長寿を保っていたのです食事の時間も特に決められているわけでなく食べたい時に食べるという原則が守られていました食べたい時に食べるというのはただ食べたいという欲望に身を任せることではなく空腹になったら食べるということですそして本当の空腹とは どのようなものかを体験するために断食も行われていました。死は後日、三郎に言いました。食欲とは中年女の方にある醜いシワやシミを隠すための紅のようなものだ。空腹とは健康な少女のバラ色の方のようなものだ。決して食欲に身を任せて過食してはならない。また食べるときには。 食物をよく咀嚼しなさい。大自然の恵みである唾という大切なものをその恵みのように使いなさい。食物をよく噛まずに飲み込んだりすれば大自然の恵みを自ら破壊するようなものだ。時には大自然の恵みに感謝するために無理のない範囲で断食をしなさい。その後、三郎はこのヒマラヤ山麓の部落を細かく観察しました。 驚いたことにこの部落には時計というものが存在せず今までの三郎の住んでいた世界とは時間の流れが全く異なっていました世話役の老人は自分の年齢すらはっきりとは記憶していなかったのですこのような現実離れした面がある反面部落の中では身分の上下関係が極めて厳重に守られており身分が 上の者に対して下の者は絶対服従を守っており、カリアッパ氏はその頂点に立っていたのです。何よりも驚いたのは、村人たちは文明の力を持っているわけでもなく、食事も、サブローの目から見れば、粗末な穀物や野菜しか食べていないのに、みんな生き生きとして楽しそうに生活をおり、めったに病気もしないということでした。サブローは、 死が病気を治す方法を教えてくれるのを待ち続けましたが2ヶ月経っても死は何も声をかけてくれませんでした我慢できなくなった三郎はとうとう仮りあっぱ死に直接声をかけてしまいました一体いつになったらそれに気づけば死なずに済むという大切なことを教えていただけるのでしょうかすると死はお前は それを教わる準備が全くできていない。準備ができたらいつでも教えよう。と答えました。驚いた三郎はいつでも教わる準備はできていると反論しました。すると師は冷たい水がいっぱいに入った壺と熱いお湯がいっぱいに入った壺を持ってきて三郎の前に置いて言いました。片方の壺の中の壺中湯を もう一方の壺の壺中に入れてみなさい。そんなことはできません。湯が外にこぼれてしまいます。と三郎は驚いて言いました。すると死は静かに言いました。お前の心の中はこの壺と同じで冷たい水がいっぱいに入っている。だから私がいくら温かいお湯を入れてやろうと思ってもそれはみんな外にあふれ出てしまう。 お前が水をあけてくれれば、私もお湯を注いでやれるのだが、お前は一向にその水をあけようとしないではないか。私はお前の姿を見るたびに、いつになったら水をあけてくるのか、そればかりを心待ちにしていたのだ。役にも立たない、くだらない理屈をいっぱい詰め込んでいるところへ、私がいくら素晴らしいものを注ぎ込んでも、お前は、 それを素直には受け取らないだろう。受け取れない人間にものを教えても無駄なことだ。私はそんな無駄なことをするほど愚かではない。それだけ言うと、カり合っパ氏は三郎の元を離れていったのです。自尊心を粉々に打ち砕かれたさんロ狼は今までの既成概念をなるべく遠ざけるようにし、カり合っパ氏の指導の下、無理のない範囲で徐々 に厳ししいいの修行を行をっていきました冷たい川の中で座禅をしたり、ご音のする滝つぼのそばで積む。そうしたり、さまざまな溶岩の修行を行いました。ある朝、師は三郎に、今日は、いい天気になったね。と声をかけました。これに対し三郎は、はあ、でも、頭が重くてなりません。と答えました。 するとしは「私は体のことなど聞いていない。お前の体が良くないことは百も承知だ。お前の気分を聞いているのだ。お前に気分を聞くと、お前は必ず頭が痛いとか胸が苦しいというような返事ばかりをする。こんなに気持ちのいい朝なのだ。本当に気持ちがいいですね、い,いのことは言ったらどうかね。 お前の心はいつも向いてはいけない方向ばかりを向いている。こっちを見れば美しい花園があるのに、お前は墓場の方ばかりを見て、この世は全て寂しい墓場ばかりだと思っている。お前はわからないだろうが、お前の心の中にお前を悲観的にさせている。もう一人のお前がいるのだ。とにかく明日からはどんなに体調が悪くても、 そのようななことを口に出してはいけない。け気分がいいとか、元気ですとか、人が聞いて爽やかになるような言葉だけを使いなさい。言葉というものは神聖なものだ。自分の命を汚すような言葉は断じて使ってはいけない。と厳しく言い渡しました。それから、しばらくたったある日の夕暮れ、瞑想の修行を終えた三郎が子犬と遊んでいると。 カリアッパ氏がすぐ前を通りかかったので、サブローは決められたようにひれ伏しました。するとカリアッパ氏は、襲われよ、と軽い一言をサブローにかけられました。サブローは、その意味がわかりませんでした。次の日も、サブローが犬とだれていると、死が通りかかり、よく、よく襲われよ。その犬は お前の良い指導者になってくれるからな。と言ったのです。はじめは犬を訓練せよと言われたのかと思っていた三郎はあまりにも人をバカにしていると憤慨しいくら私が愚かでも犬より劣るとは思いません。いったい何を犬から襲われと言われるのですかと聞き返しました。